甲子園競輪場。甲子園競輪場は、かつて、兵庫県西宮市南甲子園にあった、競輪場である。競輪開催のために作られた施設だが、ほんの一時期だけ、オートレースが開催されたこともある。西宮市などが中心となり、前年半急西宮球場に特設した、競輪バンクで開催した西宮競輪場に次ぐ、兵庫県二番目の競輪場として、 日本競輪株式会社、甲子園土地企業株式会社の前身が、約5000万円を受けて、阪神甲子園球場より浜手に向かって、やや離れた場所に、鳴尾競輪場として建設。後に1951年1月より、甲子園競輪場に改称、晩年に至る。甲子園競輪場があった場所は、戦前は、阪神電鉄が所有したアンツーカーのテニスコート100。 余面を有し世界一の規模を誇った大スポーツセンターであり、その地に池を掘り土砂で地上げして作られた。池の中央の小さな島には、お稲荷様のお社があり、朱塗りの橋の欄干が水面に生えていた。施設の管理は、甲子園土地企業、元大小二部上場企業。現在は、解散が行い、施行者である、兵庫県市長経輪事務組合、それまでは、 兵庫県、西宮市、尼崎市などが単独で開催が施設を借用する形で模様していた。登録地を兵庫県としている選手の多くが当地をホームバンクとしていた。このほか、一部に明石競技場をホームバンクとしていた選手もいたが、中には大阪府が登録地ながら当地をホームバンクとしていた選手も少なからずいた。 西淀川区など大阪市内北部の居住だと岸和田競輪場より甲子園競輪場の方が距離が近いため。しかし、競輪事務組合は赤字を理由に2001年に甲子園競輪を廃止し、甲子園土地企業は解散に追い込まれた。同社はそれまでの多額の設備投資をしたことへの賠償を求めて裁判を起こしたが勝ちに至らず2009年に 生産欠量した。開設当初は、周長500メートルのバンク発車建てで、スタンドも粗末なものであったが、1956年8月に、鉄筋コンクリート作りのスタンドが完成、その後1964年秋に旧車立て、色付きアスファルトの周長40メートルのバンクに、改修され、晩年まで使用された、後日。 甲子園駅から徒歩10分程度の距離であり、駅から歩いて向かう人も多かったが、1973年7月から廃止まで、開催日には、甲子園駅から阪神電鉄バスによる無料送迎バスが運行されていた。また、レース終了直後の夕方には、阪神電鉄が甲子園駅に特急を臨時停車。当時の特急は休日は夕方以降。 平日は夜間のみ停車させて利用客の便宜を図っていた。かつては天笠崎市交通局のバス路線が1986年の路線改変前まで甲子園競輪場前に乗り入れていた。また、甲子園競輪場の廃止に伴い、兵庫県道342号甲子園6、深市寺線、臨港線上にあった競輪前バス停は 南甲子園一丁目に解消された。競輪開催日の入場料は一人50円。場外発売日は無料。場内の特別観覧席の入場料は、改築された北側、バックスタンドが一人1500円。場外発売日は1000円。南側、ゴール前は改築されず古いまま残されていたため一人1000円。場外発売日は、閉鎖であった。開設記念競輪。 現在の議員として、甲子園ゴールデン杯が開催されていた。投票が機械化されてからは、オッズ表示は、場内でのモニターでなされていたが、締め切り5分前で、オッズ表示を終了していた。晩年は、締め切り直前まで表示。また、投票に関しては、基本的にお釣りは出さなかったため、両替機などで、あらかじめ両替の上、窓口で、ちょうどの金額を支払うようになっていた。 晩年は、お釣りを出した。投票窓口は友人であったが、払い戻し窓口は晩年自動化された。なお、機械再備の払い戻しは、西宮競輪場で行っていた。アストロビジョンを活用した大型映像装置があった、西宮競輪場とは異なり、最後まで場内に、大型映像装置が設置されることはなかった。ただ、1999年のオールスター、 競輪会再期間中に限り、2コーナーと4コーナーに、大型映像装置が臨時で設置された。予想専門誌は、競輪、ダービーと競輪研究が販売されていた、晩年は一部410円。ここ甲子園競輪場と西宮競輪場での特徴として、立ち売りの女性販売員が新品とは別に、早々と帰る客から一部50円程度で買い取り、 それを150から200円で中古としてよく販売していた。マスコットキャラクターは、うさぎを擬人化した、キックル君、甲子園の頭文字 K からであった。ちなみに、西宮競輪場のマスコットキャラクターは、キックル君を反転させやや、デザインを変えた、ニックル君、西宮の頭文字 N からであった。1990年代のレース実況は、 西宮競輪場と同一で、主に中川健治2018年時点では岩木平競輪場で担当が担当した。競輪選手用の宿舎には天然温泉を引いた入浴施設が存在した。機械細部には有料駐車場としての開放以外に1990年代後半まで以下のような形で施設を一般開放し有効活用していた。 日本には1939年の大宮総林場開設まで専用競走路を持った自転車競技場は存在しておらず運動場を陸上競技等と共用していた南甲子園に所在していた甲子園南運動場も陸上競技とフットボールを兼用する競技場であったが戦前の自転車競技会では全日本選手権ホカウィックイベントの大半が行われる聖地と 位置づけられてた当時の競争路は陸上競技と共用する周長を500メートルのトラックであり、関東はない。1940年に後期2600年を迎えたことを記念し、阪神電気鉄道により陸上競技用トラックの外側に表面をコンクリートで固めたバンクも備わった福音6メートル、周長600メートルの自転車競技用トラックが 設置されたが、太平洋戦争中に、川西航空機なルお工場の飛行場建設のため、用地が軍に接収され、その幕を閉じた。ただし、設置されていたのは、後の甲子園競輪場から南南東へ約400メートルの1、ナルオ競馬場の西隣にあったであり、設置者も異なり、直接の関係はない。現在は、UR 浜甲子園団地となっている。 戦後、小倉競輪場や大阪競輪場での競輪開催が大成功したことを受けて、兵庫県下でも新たに競輪場が建設されることになった。1949年6月、ナルオ競輪場として500メートルバンクで開設。同年6月28日に、兵庫県営第1回ナルオ競輪が開催され、ここに甲子園競輪場の歴史が刻まれていくこととなる。 開設当初の入場料は二十円であった。開設当初はバンク内に池があったが四百メートルバンクに改修された頃には廃止されている。競輪創成期は観客が競輪の競技特性をよく理解していなかったことや実力不足の選手も多く見られたことから全国各地の競輪場で暴動や騒乱事件が発生していたがこの甲子園競輪場でも 鳴尾競輪林城時代の1950年9月9日、競輪市に最大のお手を残した鳴尾事件が発生。それまで、競輪と呼ばれていた競輪が、この鳴尾事件以後、恐れ輪とか、競輪と揶揄されるようになったため、競輪と呼び改められるようになったきっかけを作った事件でもあった。その後、鳴尾事件を受けて競輪はしばらく開催を全国的に休止し、 鳴尾競輪場も当然に廃止は必死と言われたが、1951年1月に甲子園競輪場と名称を改めることで決着、後レースを再開することとなる。1952年 NHK 大阪放送局が全国初のラジオ中継を実施。当時、審判等の上に放送席を設けて中継を行った。1955年8月、 オートレースが開催される。1956年8月7日、特別観覧席が消失。1964年10月、バンクを回収。3.4コーナーをゴール前に寄せて400メートルバンクとなる。1965年7月、西側スタンドを新築。1967年8月、東側スタンドを新築。 1968年1月、南側スタンドを新築。1969年8月、特別競輪、オールスター競輪が開催直前で中止となる。1973年7月、阪神甲子園駅との間で、無料送迎バスを運行開始。1976年4月、入場料が50円に値上げされる。1981年、 車検のコイン専用自動券売機が登場。ただ後に投票が機械化されたことで、これは後に撤去される。1984年5月、国際競輪を開催。1985年、開設記念競輪、現在のギーイレースを初めて開催。1985年12月、マスコットキャラクター、キックル君誕生。百八十六年十二月、 西日本初の電話投票が、西宮家臨場と共に始まる。1989年6月、電光決定表示板を設置。1991年3月、投票の機械化。マルチユニット方式となる。1991年4月、北側スタンドを改築、オープン。1992年4月、北側スタンドにロイヤルルームがオープン。 1995年1月17日、阪神・淡路大震災発生。この影響で、バンク内にひびが入るなどの被害を受け、同年3月末まで開催が休止される。時期不明、西宮経輪と共に、投票用マークカードを導入。当時は、単勝式、副勝式、枠番連勝式のみであった。1996年5月、 シャバン伝承式車券の発売を開始。1999年9月23日から9月29日、開設以来初めての特別競輪、現在の GI、オールスター競輪を開催。本来は9月28日が決勝戦、当時は6日間開催であったが、台風直撃による開催休止があり、9月24日、1日順延となった。これを機に5月には、 選手宿舎、甲子園サイクル会館も竣行していた。だが、競輪の収益は1990年代中盤から頭打ちとなり、年々減少の一途となり、ついに収支が赤字転落の危機を迎えた。一時は廃止が噂され大騒ぎとなるが、存続に更新転換する。収支改善のため、西宮競輪場ではそれまでなかった特別観覧席の新設。 一部発売窓口を閉鎖、組合員、競輪場の従業員を全員解雇の地い雇用するなど、収支改善に努めたがそれでも好転せず、最終的に施設を抱えていた西宮市市長の山田とも当時が撤退を決断する。後に主催者の兵庫県市長競輪事務組合が財政難を理由に競輪事業からの撤退を正式に表明し、2002年3月の 開催を最後に、西宮競輪と共に廃止されることとなった。2002年3月19日をもって、甲子園競輪は廃止された。最終レース終了後、兵庫県市長競輪事務組合による挨拶の後、地元選手がバンクからレース用ユニフォームをスタンドに投げ込んだ。閉鎖後も、施設自体はしばらく残り、競輪選手の練習場として、また、 阪神甲子園球場でのイベント開催時には臨時駐車場として活用された。その後2002年末頃に完全に閉鎖され、競輪場、自動車学校跡地は複数の不動産会社に売却された後、大規模分譲マンションや分譲戸建てが建設され、現在に至っている。甲子園競輪場は、甲子園駅から離れた元々周囲が田んぼだらけの現地に開設された。 だが、結局は、競輪場周辺まで宅地下の波が押し寄せ、住宅が密集したことから、周辺住民との圧力が、たびたび起こるようになった。特に、ナルオ事件の爪痕は、非常に大きく、それが長きにわたり開設記念競輪でさえ、開催できない状況を作ってしまっていた。1969年に予定されていた、特別競輪、全国都道府県選抜競輪、 現在の読売新聞社杯全日本選抜競輪の前進の開催に際しては周辺住民から競輪郊外だとして開催反対の住民運動が起こり大会直前になって中止されるハプニングが起こった以降1985年まで多情では必ず行われている開設記念競輪すらも開催されることはなかったまた1988年には競輪グランプリを 関東以外で初めて開催することも一旦は決定しながら、やはり周辺住民の騒音対策や警備、施設面で不安が残るという理由で、立川競輪場に会場変更されたという経緯もあり、なかなか特別競輪とは遠慮かった。その後、北側スタンド改築に合わせて特別観覧席を設置するなど、施設の改善を図り、 周辺住民の理解も得られたことから、1999年には、待望の特別競輪、第42回オールスター競輪の開催にこぎつけた、優勝者は、神山雄一郎。この開催では、台風接近で、決勝戦が1日延期された関係で、決勝戦のテレビ中継は当初予定のテレビ、東京系列であるテレビ大阪では行われず、 地元産テレビは発送直前の16時30分から16時50分の20分だけ中継した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。